P2 とか P3 にしといたら。あえてね。まあ、まあ、まあ、すいません。ダメだ。名人、ダメ出しになってる。でもあのネプチューンじゃなくてネプチューヌっていうのがなんかちょっとフランス語っぽいですね、なんかね。そうなんですよね。うん、はい。これはもうその通りでフランス語を。そうなんですよ。はい。ネプチューンがフランス語ですね。それダミアさんが関連してるんですか？それは関係ないんですよ。関係ないんだ。じゃあ何したんだろう？え、英語よりフランス語の方が得意だのか。あ、全然あの日本語しかできない。あ、本当ですか。え、なんでネプチューンになったのじゃん。響きが多分良かった。あ、響きフランスっぽい発音が。それフランスとしては嬉しいでしょ。本当に英語にフランス語を採用してるんだもんね。いろいろあのキャラクターの名前でも、うん、あのフランス語を利用して、うん、いただいて、あのノワールとかって、いい、そうですね、いろいろなキャラクターがやっぱりフランス語をして、あの嬉しいなって、嬉しいなって。日本語うまいね。そうですね。トシユキ犬は登場しますか？何、トシユキ犬って何？フランス人版名人だろうな、あのちなみに僕の書いた本もフランス語に翻訳されて出た。え、そうなんだ。名人はフランス語で何なんだろうね。多分アメリカと一緒だから、うん、マスターヒゲンズのままじゃないかな。マスターヒゲンズ、ヒゲンズですよ。ヒゲンズ、ヒゲンズ、有名ですよ、本当に。マスターヒゲンズのアドベンチャーアイランドっていうのが。そうなんだ、うん、あの冒険島はね。え、じゃあ名人フランス行ったら、ああ、16、ムッシュ16みたいな。16ってなんて言うんですか？セーズ、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 セーズ。え、そんな感じ言われる？おムッシュセーズ、シニアルみたいに言われる？全然。あ、ゲームが始まりました。まずじゃあ全体的な流れっていうか、そこら辺ストーリーというか説明してもらえますかね。じゃあ候補の金子の方から。そうですね、はい。今回のネプテューヌなんですけれども、はい、まあ、前回1年前に出ましたネプテューヌから、システム面、あとストーリー面を一新してネプテューヌマーク2として、来週発売となっております。で今、フィールド画面出てるんですけれども、はい、まあ、初めこのフィールド画面から、ダンジョンを選択することになってますね、はい、じゃあちょっと水野さん、うん、ダンジョン選択してみてください。おー、なんかすごいRPG らしさが早速ね。ね。でですね、今回は、前作から一新しまして、はい、フィールドが、あ、もうちょっと走ってみてくださいそうですね、あ、どこ行ってんですか？大丈夫ですか？あれ、これがさ、早速壁に向かって走ってるという、はい、はいはい、そうですね、今回、うん、これから、走ってると分かると思うんですけれども、今回フィールドエンカウント、あ、あれがモンスターが、はい、シンボルエンカウント方式になっておりまして、あ、敵も可愛い、はい、キャラクターも可愛いけど、あ、じゃあバトルしないで行こうと思ったらいくらでも行けるそうですね、うん、はい、でも戦おうと思ったら結構いくらでも戦うことができるんですね、うん、でこうやって避けていくことも可能ですし、はい、でフィールド中にはもう本当にめちゃくちゃ強いモンスターなんかもいたりするわけですよ、でそいつらにも戦う、もうレベルが追いつかなかったら戦わないように避けて通っていった。強そうなって聞いた。ああ、見るからに。さっきあんなに可愛いモンスターいたのに、いきなりこいつができちゃう。いきなりこんな。なるほど。ということは、普通のロープレイ にありがちの、ありがちのって言ったら、普通はエリアに行くと、その自分というか、そのレベルに合った 敵しか出てこないじゃないですか。そういうのじゃなくって、なんか気をつけていないとこういうのと当たっちゃうと一発なんだ。そうですね、ていうかあのコメントにもあるけど、あの、はい、ロードが早いですね。そうなんですよ、前作ではすごくそこ、うん、お客さんからあの、はい、注意されたところですけど、うん、今回は本当にもうその辺はもう、ね、最初の注意を払っても、素晴らしい、いや、こんなにロードが早いゲームなかなかない気がするね。フィールドからすぐに戦闘パートに移れるので、はい、そこはもうストレスなくプレイできると思います。じゃあこのキャラクターの前に出ている四角形は何ですか？これはあの武器に応じてあの行動、あの攻撃範囲が変わるので、あ、はいはいはい、範囲指定の部分になります。なるほどですね、うん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 、まあ、じゃあこれが長いやつだったら、例えば2キャラ3キャラを同時攻撃っていうのもできる、はい、できます。でこの円は、円はキャラクターが移動できる範囲ですね。いや、こういう戦闘方法自分で自由に決められるし、効率よく相手も倒せるからね、楽しいんですよね、うん、こういうのね、この位置取りも結構重要になってくるので、うんうん、なるほど、はい、
すげえですね。右にコマンドで出てるのは、あ、今消えたけど、スキル、女神か、女神か、通常攻撃、キャンセル。キャンセル。で、R2 ボタンで切り替えることができるので、はい、ここに、今、ウィンドウにちっちゃいキャラクターが出てるんですけど、はいはいはい、これもSPが溜まると交代、キャラクターが交代できるので、今出てるのは、最大8人まで入れ替えながら攻撃ができる、はい、そうなんですね、じゃあ SP が全部溜まると交代みたいな、ある程度溜まると交代できるようになる、それなるほどなるほど、アイテムも使えますので、はい、まあ、AP がかかってきますので、うんうんうん、AP を見ながら AP っていうのはアクションポイント、はい、あ、攻撃するためには、はい、そのある程度の数値が必要なわけですね。でアクションポイントがある限りずっと戦闘が続けられる、うんうんうん、なくなったら次のキャラクターのバトンタッチ、うんうん、ああなるほどなるほど、うん、今回結構じゃあアクセスポイント、ごめんごめんアクションポイントっていうのは、1回自分が攻撃して、うん、次のキャラクターになった時にもう1回復活する、うんうん、そうですね、そのままバトルが終わってもそのまま引き継がれて、うん、次の戦闘でもちょっと有利になって使える、いいよ、面白い。結構すごい、絶賛のロードが速くて最高ですって、ね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ちょっとテンポ良さそうね、うん、サクサクいけそうだし、ウェイジン出るなら買おうかな。おぉ、ありがとうございます。ね、メジンもじゃあ、ミーハイとか履いて絶対領域絶対領域名人あんね、でもね、俺ね、結構母親人だから似合うかもしれない。本当？どういう母親人ですか？名人ノリノリなんだけど。どうだね。ぐわーってきたよ。母ちゃんごめん。結構この AP と SP が必要になってくるので、ちょっと今、うん、対行動終了してちょっと今貯めてます、うん、お、じゃあちょっとド派手のやつちょっとね、みたいな ね、 そのスキル、ね、SP と AP っていうのはこうどうすれば貯まるんですか？AP は攻撃したりとかヒット数が当たるとどんどん溜まっていくんですけど、うん、はい、SP も同様に自分攻撃したり待機行動終了してしたりとかダメージを受けたらどんどん溜まっていく。AP ってアクションポイントじゃない、はい、SP っていうのはスキルポイント、スキルポイントね、はい、これがないと女神化もできない、この上のスキルっていうのが選べないってことですね、はい、女神化というのはポワーアップみたいな感じですか？そうですね、もともとこの子たちは擬人化キャラクターなので、うん、ハード擬人化って言ってですね、擬人化ね、はい、本来の姿じゃないんですけど、うん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 、そっちの方のバージョンになってちょっと強くなるっていう。っていうことはゲーム機っていうのはみんな女性だったんだ。可愛い女の子に擬人化するとしたらってことですよね。そうですね、うん、なんで急に燃え出したの？そうか、うん、今そういう擬人化とかコミケとかでも流行ってますよね。ラーメン屋さんの擬人化とかまであったよ。本当に？ラーメン二郎が女の子になったらとかって。いや、俺ラーメン二郎は男のまんまでいてほしいな。あったよ。ちょっとスキル見してほしいですけど、早速。早速。ちょっと何ですか、クリエイターソードっていうのは。いなふね。見つけちゃいましたね。じゃあ水野さん。いなふねさんって有名な。そうですね。早速、じゃあ発動します。はい。はい。どうなの？なんか出てきたよ。何？金をドブに捨てる気か。これ何？僕ね、今から言っとくけど、うん、僕このゲーム出てもいいけど、うん、今みたいなの嫌だな。出ればいいじゃん。ゲームは1、ダメですかね。ドドドドドド。ダメだよ。スイカ16連射で悪いみたいなモンスターを、ね、いいじゃないですか。いや、それぐらいならいいけど、うん、バイクで登場して止める、そう、止める、あとなんかそう止めるとかさ、止めてその圧力を固めといて、うん、敵にブワーン、それぐらいならかっこいいじゃんね。とか一旦に16回行動とかさ、そうやったら絶対面白いね。いいね。じゃあネプチューンのマーク3で、じゃあ今からそういう契約しようか。契約しよう。じゃあ帰ってすぐ用意しちゃう。ダンボのコンセンツ年行き、はい、ね、2杯2杯年行き、やだな。でも今の金をドブに捨てる気かっていうのをフランス語で言うと、ne jetez pas votre argent par les fenêtres。 素
ごめん、俺ちょっとサフォローできないから今そんな感じなんだ。ジュペっていうのが投げるとか捨てるっていう意味で、パラフネットって窓からっていう、ね、そうですね、パラフネット、パラフネット、へえ、そういう意味だったか、本当にそういう意味になりますよ。ちょっと次の別なのみたいな。そうですね、今ちょっと SP がちょこっと110溜まったので、はい、女神化、はい、できるようになれば女神化のところにピカピカ光るので、はい、はい、これはあ、女神になった、はい、ね、あと、この女神化中は SP がちょっとどんどん減っていくので、はい、できれば200ぐらい溜まってからやった方が、うん、なるほどなるほど、すごい浮いてる、かっこいい、かっこいいんですよ。 でもあとはこれ銃がすごくなったよね。そうなんですよ、美しく決めれば。あ、でこれで SP がある分だけ根拠を続けられる。そうです、 AP がある、AP がね、かっこいい。SP もどんどんなくなるんでしょ。そうですね、でもその分攻撃もしてるので徐々に SP も溜まってるっていう、すごいかっこいい、この女神か、ね、さ、この女神ちゃんは、この女神は魔法攻撃系の、魔法攻撃、うんうんうん、ラムちゃん式ヒールとか、アブソリュートゼロ、聞いたことあるぞ、アブソリュートゼロ、大魔法、大魔法、かっこいい、おお。こんなものじゃないか。こんな可愛いのにやりますな。ねえ。ねえ、さっきのちょっと攻撃のスキルにも2種類実はありまして、はい、通常攻撃のスキルと、さっきのスキルから選ぶスキルっていうのがちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけど、でこのスキルのスキルセットっていうので、次々と繰り出せるっていうのがあるんです。まあ、通常攻撃のコンボ中に使えるスキルっていうのと、何もしないでただスキルを選ぶ、まあ、いなくねそうだと思います。いなくねそう、すごい、はい、これもともとデフォルトでセットされているので、うん、はい、ちょっとレベルが上がったら自分で入れ替えてもらったりとか、うんうん、自分で自由に決めれるんだ。下にフィニッシュってあって、はい、なんか三角ボタンが3つとかあるじゃないですか、はい、あれはコマンド代わりになるってことですか。そうですね、これが2回目が三角ボタンで、2回目を三角ボタンを全部押し続けるとフォーミュラエッジっていうのが発動しますよっていう。あ、なるほど ね、 なるほどね。しかもこの AP がその合計値によって、うん、EX フィニッシュっていうのが発動されて、はい、攻撃を重ねていくと EX フィニッシュが出せる、はい、出せる。もう基本的にはバトルに EX フィニッシュが出せるんで、うんうん、出せるのアイコンには EX っていうマークがついているので、誰が見てもそのまま押してもらえると EX フィニッシュが発動できると、うんうんうん、水野さん大丈夫よ、焦んなくて大丈夫だからね、はい、すごく、ね、すいません、噛むのは僕のもう得意技ですから、はい、さっきも何でもないです、その名人のドヤ顔、うん、でも本当にロードも速くてキャラも可愛いって大絶賛のコメントなんですけどね。もう一回なんかバトルシーンを、ね、ぜひぜひ見せてもらって、っていうかキャラが可愛いって、ね、ちょっとギャルゲー寄りなのかなと思ったらすごい必殺技とか戦闘システムも作り込まれてて、うん、見た目とゲームの中身のギャップがすごい、うん、いい意味ですごいね、うん、うわー、ここら辺なんかいじめたくないよね、こういう敵キャラは、うん、っていうぐらいな。で、じゃあこれで2体いけたりするのかな。あ、こういう風にね、で L と R でこう、はい、自分で微調整ができるので、はいはい、結構簡単に。いや、いいこれ、で、丸ボタンを押すと、ここに EX っていうのが、あ、出てますね、今ね、はい、これで攻撃を、うおー、すっげー、これ3回目攻撃で味方が援護するとかないんですか。そうない、あ、ないか、ちょっと昔ありましたね、そういうのね3回目まで行くと味方がこうバックアップするっていう、うん、私の番ね名人ちょっと声優で言わない方がいい、やっぱり、うん、で、うん、名人出たい、でいや、だからマーク3はだから主人公、主人公出てくれ、しかし出てくるのはいなくねソードと名人ソード、これでもギャルゲーですって書いてる人いるけど、これギャルゲーじゃないよね、うん、いや、そうね、それっぽいんだけどすごい面白い。